あの、おじさんJPです。皆さん、遠いところから皆さん、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。温泉ジェピートズのテーマソングということなんですが、ですね、ちなみに今年はですね、PV が出ていまして、この PV 見たって方いらっしゃいますか？おお、6名いらっしゃいますね。はい、いらっしゃいますが、これはですね、まさにこの温泉でビートルズクラブバンドといいますが、温泉でビートルズという曲なんです。一応この辺の曲の、コンセプト、今日時間ね、まだ曲ありますから、せっかくですからね、曲3分しかないので、はい、曲紹介をしましょうか。作詞担当の尾形さんです。尾形さん、これはどういう曲なんでしょうか？これはですね、団塊の世代を対象にしておりまして、私もそのまさにその世代なんですけども、イベントそのものなんですね。それで、今まで一生懸命働いてやってきたけど、たまにはのんびり温泉に浸かって、好きなビートルズ の音楽でも楽しみましょうよという、そういうコンセプトの歌詞でございます。そうですね、そんな難しい歌詞なんですね。もうちょっと嫌なことを忘れて、そう、温泉でも浸かって、そうそう、好きな歌でも聴いて、好きなかぐや姫でも聴いて、かぐや姫じゃないですね、ビートルズですね。今日ちょっとフォークギターを持ってきたんです。本当は立憲ばっか持ってるつもりだったんですが、図書館にあるんですね。図書館にあ、しまったって、あそこ置いてたみたいな感じだったんですけど、俺のもあるんです。ああ、そうですね。そんなこと言っちゃダメですよ。あ、そうです。ジョン・レノンとポール・マッカートニーのものじゃないですか。そうそう、はい、いいんですけど、それで詞をいただきまして、私が、作曲と編曲をやっております。これがいい曲でね、またね、もう見事にいろんなビートルズの美味しいところをパクりました。あの天才じゃないですか。いえ、そんな、ありがとうございます。そういうことなので、PV なんですけど、PV がね、ちょっと僕出てるんですけど、こっぱずかしくてですね、いきなりちょっと来てって言われてから行って、もう道路の普通に車が通ってるところだったんで、もう何もなくてですね、説明もなく、もう一発勝負よって言われて、バーッと行って、その辺で歩いて一生懸命歌ってると、温泉通りを、歌ってると、みんながいろんなところから集まってきて、最後楼門に行って、温泉の楼門に行ってわーっと盛り上がるみたいな感じなんですけど、本当にぶつけ本番で何が起こるのか全く分かってない、そんな感じでしたけども、コーヒーを飲んでましたね。はい、ちょっとあれもよく分からずにやってました。恥ずかしいっていう感じです。それはそれとして、はい、歌いましょうか。やりましょう。それでは温泉でビートルズクラブバンドで、温泉でビートルズ。
というわけで温泉でビートルズお届けいたしました。温泉でビートルズクラブバンドでした。はい、どうもありがとうございました。